超能チャンネルが始まりました。超能ネットワーク、ぜひご覧ください。超能チャンネル、今回はですね、なんとアジャコングさんが、ゲストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、9月の26日なんですけども、はい、9月25日が、はい、誕生日。そうです。おかげさまで昨日、はい、無事に誕生日を迎えまして、ね、51歳になりました。51歳。はい、うわ、おめでとうございます。ありがとうございます。同期が誰になるんですか。今現役やってるのはまだ残ってるカオルと、あと、うん、まあで引退しましたけど工藤とかバイソンとかコンバスとか、はい、その辺がみんな同期でしたね。先輩は一つ先輩は、北斗さんですね、はいはい、1年後輩が豊田真奈美、2年後輩が井上京。ああ、すごいね。レベルもすごい高いね。まあ、ちょっと一番行かれてた時期の前兆ですね。はい。やっぱりなんていうんですかね、ベビーフェイスヒール。はい。もうやっぱ自分の中で最初からヒール。いや、私は本当にクラシカルズに憧れたんで、ベビーフェイスで行こうと思ったんですけど。誰に憧れたの。クラシカルズの、あの、長谷さんと飛鳥さんに憧れて、中学生で、みんなでそれ見てね。それ、橋本慎也選手と変わらないですよ。橋本選手は入った時に、はい、あのタイガーマスクに憧れたりとか、はいはい、それ誰もが見ても無理だろうっていういやいやいや、同じはこれ4月になれると思って、なれると思って入って、ああ入ってああプロテスト受かってプロになってデビューした直後に会社に呼ばれて、ああお前は今日から告白なって言ったんですよ。え？え、入ってどれぐらいでデビューって。入って半年ですね。何歳ですか。15歳です。あ、中学卒業してすぐ。すぐ入ってました。はい。前座はその受け身が、うん、ある程度取れるようになったらあとは実践で覚えていけっていう方法なので。ああ、なるほど。はい。あのプロレスっていうものとしてあのやるっていうよりは、うん、とにかく何でもいいから、うん、リングに上がって動いとけっていう感じのあれだったので。あ、デビュー戦は何、誰だったの。デビュー戦は同期だったコンバットトヨタが、まあ、トヨタの両部がちょっと先にデビューしてたんで、はい、彼女とやったんですけど。それはもう 何日か前にデビュー戦次来るぞとか、その時は地方巡業もあって、そのデビュー戦の前に一応エキシビジョンで何試合かはあの先輩と組んでタッグとかで、あの1試合目の前の第0試合とかでちょっと やらせていただいてて、あの要はその時フジテレビがついてテレビ中継の時にデビュー戦にするっていうのがあったんで、その地方もあった時に朝テレビ撮りだからお前明日デビュー戦なって言われて。ああ、昔ながらのなんかプロレスの団体のなんかその育て方だよね。いや、もうだから本当に日本プロレスとかの歴史とかを見てたりとかすると、うん、ほぼほぼそこから変わってないところって唯一前兆だったんだなっていうのが、ね、そうだよね、はい、聞いてるとそう思うもん、はい。